こんにちは、こちら兜町にございます内藤証券株スター7110より本日は投資調査部の浅井がお送りさせていただきます。よろしくお願いいたします。ですね、今日の日経株価じわじわと上昇しまして82円高で終わりました。今日ですね、FRB 議長がジャクソンホール会議で、講演を行いまして、9月の FOMC での利下げについて言及するかというのが非常に注目されています。市場の期待はちょっと先走ってまして、9月はもう 0.5 分ぐらい下げなきゃダメだとかいうのもあるんですけども、FRB のグループ、メンバー内でもいろいろ意見が分かれてまして、あとはまあその独立性と FRB の独立性とかですね、そういったのでやはりトランプ大統領いろいろ介入しようとしているんですけども、あまりその明確な何て言いますか、言葉は出てこないんじゃないかということで、まあどちらかというと今週も若干でも戻した分ですね、失望よりもちょっと出てくる可能性もあるかなという気もいたします。さて、今日の市場ですけれどもご覧の通りでございまして、日経株価は82円90銭高、トピックスは 4.19 ポイント高でございました。ジャスタック平均がちょっと小幅安になってますね。円相場の方はどちらかというと円安、やや円安気味というところです。それから売買代金は1兆5600億と2兆円乗らずでですね、非常に見送り気分の強い状況で相場でございました。それから規模別はこのような形ですね。騰落レシオは 94.3%、 真ん中よりもややちょっとどちらかというと低めの数値でございます。それから業種別の株価指数、今日はですね、小売業とかも上昇しましたし、それから鉄鋼、海運、こういったちょっと売られたところが戻してます。あと内需系ですね、不動産でありますとかそういったところが上昇上位、機械なんかも入ってますね。あと銀行株なんか入ってます。それからここのところ頑張ってました医薬品あたりがちょっと小幅安というところであります。さて、ニューヨークダウの小売株30週平均、ニューヨークダウですけれども週足ですが、このような形でこの52週移動平均線あたりで下げ渋ってですね、ちょっと今週戻したというところでございまして、半導体株指数の方も非常に強い動きであります。急落しては急に切り返しという形になってまして、前回はこの52周線あたりですけど、今回はこの26周線あたりで切り返しの動きになってきたというところですね。それから10年物国債利回りの方は今週また急低下して一時 1.476% まで低下したというところでございました。それから円相場ですけれども、こちらの方は米金利の低下、世界的な金利低下もあってですね、円高圧力は依然継続、それからリスク回避の動きも多少出たということで、この円安の支持ラインを割り込んだ後はなかなかもう戻れなくて一段円高に進んでいると、105円13銭まであったということですね。これは 先週ですね。それから上海総合指数、こちらの方は今週戻しました。景気回復対策期待ですね、ドイツの景気対策期待なんかもありましたけども、中国もいろいろ景気対策期待が出てきて、今週戻して、前週末で49ポイント高が昨日の段階ですね。今日もちょっと小幅 10ポイントほど高い状況ですので、50、60ポイントぐらい先週より高いという形で推移しています。この辺でちょっともみ合いそうな感じですね。銅酒物相場、どちらかというと中国経済の動向を移す銅酒物相場は依然いやいや弱軟調な動きが続いているという状況です。日経平均株価の方はこの52周線に跳ね返せてされてからですね、ここ窓を開けてこの辺りで下値遊びというかちょっと揉み合っている形はあまりいい形ではないような気がしますが、2番底を取る動きにもちょっとつながりやすいような動きにはあるということですね。それから日足はご覧の通りで、こうやって急落した後揉み合っていると、トピックスも同様で急落した後揉み合っているという状況です。から半導体株製造装置の販売額が今週発表されまして、 前月比では 11.2% 増でちょっと上向いてますね。これ先月で1376億円1530億円に戻しました。ただ前年同月比、この前の年の比較ではですね、 18.9% 減ということで6ヶ月連続の減少、2桁減少でございました。
この下期、もしくは来年からのですね、回復期待が、株価をちょっと軽症に持ち上げて、戻してきているという株価戻してきているというところです。から海外投資家の売買動向はご覧の通り、4383億円の売り越しで3週連続で売り越しました。現物が3035億円の売り越しで、それから先物は1347億円の売り越しでございます。先物は先その前の週ですね、前の週ですね、9942億円の売り越しでしたので、売り越し幅は少し縮まったというところです。縮小したというところですね。短期筋の売りはちょっと少し少なくなったと。それから最低改ざん、最低売り残額引き続きですね、大きく将来の現物買い要因であります最低売り残は引き続き大幅に増えてます。2374億円前週比で増えました。1兆6293億円まで増えたと。で、将来の現物売り要因であります最低改ざんの方も小幅で増えてたんですけど、まだ低水準ですね、309億円増えました。それから信用改ざん170億円の増加に対して売り残は875億円の減少ということですね。依然、借り面では売り圧力は小さいということが言えるでしょう。それから業種別の株価指数の動きですけれども、ご覧の通りで、医薬品ちょっと下見ましたけども、内需系の不動産、小売り、建設、そういったところが、強めの動きです。それから外需系では電機はちょっと横ばいですけど、輸送機器が今週あたりはちょっと上向いてます。機械とかですね、銀行なんかはちょっと軟調なままです。ちょっと海運テックもちょっと上向いてるでしょうかね。さて、今日の銘柄なんですけれども、今日は、今週、3月以降の高値を更新した銘柄をどんなものがあるか、そして、ちょっと良さそうなものがあるかピックアップしてみました。まずチャートを見ていただきますが、これはご存知、東京エレクトロン半導体製造装置の大手、国内最大手、それから世界3位でございます。この計算する半導体、ですね、ロジック半導体は世代非常に好調なんですね。世代移行による投資増で、前期6割ほど今期は増えるだろうと言われています。一方で、その記憶する半導体ですね、メモリーと言われる方ですけれども、特にフラッシュメモリーあたりが非常に不振で、今まで増産した反動が出て不振でですね、投資手控えで非常に今期は落ち込むような見方になっているんですけれども、この下期以降ちょっと再び投資が具体化するんじゃないかというところで、それから来年のそういった半導体関係のですね、設備投資が再び 5G とか IoT の需要増加、データセンターとかの需要増加を背景にですね、再び増成になるんじゃないかということで、期待感から4月高値を更新してきています。こちらスクリーンホールディングスも同様です。こちらの方は台湾のですね、半導体受託製造最大手の TSMC が大手顧客なんですけれども、こちらが投資計画の上振れさせていることを発表しています。上振れするであろうということですね。ということで、こちらも高値を更新、非常に強い動き、ここでちょっと売り込まれたところが非常に厳しく、売り方が厳しくなっていると思います。それから第一制御、こちらは通信用の精密コネクターメーカーなんですけれども、この1、6月期については微減収で営業赤字になったんですね。ただ1、3月期悪かったんですけども、スマホ向けのコネクターですね、作ってる会社、接続部品作ってる会社ですけども、7% 減だったんですけども、この4、6月期はノートパソコン向けとかですね、のコネクターが伸びて 11% 増になったということで、4、6月期回復しましたと決算説明会で言っておりました。あと自動車用の電装部品も堅調です。こちらの方も 5G 関連のフルシードコネクターがこの下期に量産開始ということで注目されてまして、急激に上昇しています。あとニトリホールディングス、こちらは8月の既存店売上高 8.9% 増ということで、少しちょっと交流見直し、今まで売り込まれてましたけれども、見直し買いが入っている状況です。他にもこのような形ですね、日本新薬も入ってますよ。それからコトボキスピリッツ、お菓子の会社ですね。それからこちらの方では、こういった半導体製造装置とか不動産関係がやっぱり内需非常にチャート面で強くなってます。あとソフトバンクの携帯の販売子会社、そして、ゲームのカプコン、そしてニトリホールディングスというところで、が出てきておりましたというところで、今日もありがとうございました。来週もまたよろしくお願いいたします。